新与道山祭りは、岐阜県岐阜市で毎年4月に催される祭り。NHK の大河ドラマ、国鳥物語を機に、商工関係者が作った商業イベントが始まりである。稲葉神社、近神社、京森神社をはじめとする市内多くの神社の霊祭、岐阜祭りに共賛して行われるため、岐阜市内は祭りムード一色になる。1972年に始まり、 1980年頃から、岐阜青年会議所や地元新聞社らが、地元企業の参加を促進し、見越し広場を開設して見越し、パレードを行った。折からの岐阜祭りと重なり、年々華やかになり、現在はメイン行事となっている。現在の主催は、岐阜市、岐阜商工会議所、岐阜屋長瀬商店街振興組合連合会などから構成される。 道蔵祭り実行委員会である。本作りの御腰や時の話題を演出したユニークな御腰約30期、2000人以上が参加する御腰パレード、音楽隊パレードが長良橋通りの近郊演技不止役所館で行われるほか、若宮町4、5丁目が歩行者天国になり、毎年思考を凝らした様々なイベントが模様されている。また斉藤道蔵ゆかりの寺院である。 常在寺にて追悼式が営まれ、祭り中は無料開放される。メイン行事の岐阜祭り共産御子パレードでは、地元企業、近隣の町会子ども御子のほか、近年は市民有志による御子愛好会が数団体、結成され、本心用が多くなり、岐阜市消防団の橋ご乗り、神社が祭り供するご信仰や岐阜芸技組合の手こまいなども繰り出し、 伝統色の濃い祭りに変わりつつある。近隣を含む人では主催者発表で20万人。ありがとうございます。